どうも皆さん、こんにちは。YouTuber のチェリー、皆さん、皆さん、デルマさん。そうだそうだ、アグリストの分が開きましたよ。開きましたね。そうなんです。問い目に誰か座ってるから。そうなんですよ。はい、今日はなんと来ております。デュエルの勝率 0% 研究専任だ、デュエルマスター。はい、待て、 0% ついに来たな。勝つ気がない、ついに来たな。はい、ということで今回はね、ボロボロ笑いんで好評連載中の妄想構築録のね、コラボ会でございます。はい、はい、今回もね、持ってきましたよ、新カードね。はい、マックスな新カード、マックス10月23日発売、20周年超過者レオニパック究極の章、ジュエキングマックスより DX 戦回ドリューミー。おお、っぽいカードですね。なるほど、すごいことが起こるんですよ。ゼロですごいんですよ。これゼロですごい。ゼロです。あ、そのゼロだった。あ、なるほどね。はいはいはい、はい、じゃあ対戦で私になりますけど、はい、早速じゃあ対戦の準備をしていきたいと思います、はい、いくぞー。いやー、はい、ということで対戦の準備ができました。というわけで、私が今回使いますデッキは、ハイダンディスペクターネクスト。おなじみですね。おなじみでございます、うん、すい、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまずジャンケンからいきましょう。いくぞ、最初グージャンケンポイ。はい、でこー1000個でございます。こちらにジャンケンですね。そうですね、なんか最近勝ってばっかりなんで。それじゃあいくぜ、出ます、スタート。じゃあマナチャージ、ちょっと重い、タッチ上です。ちょっと重ためですね。シンプルスパイラルをチャージして、バンクブレイン。バンクブレイン、まあやっぱドルスラスラ、ね、キャンペーン、ターンエンド、テラスネスクチャージして楽しい量です。キャンプでチャージしてターンエンド。最近ね、なんかドローします。一発でパーンとやられてばっかりな気がするんで、ちょっと動きたいですね。ではハルカスワンチャージして、3番のブロンズワン。はい、ドライブロンズワンも強いね、こいつもね。強いですね、楽しい量です。おお、ダイススリーマン。1枚マノミか、しょうがないな。3マナでエンドカード、ストリングシェイパー。うわー、これも4枚表向きにして、水のカードを全て自分の手札に加え、残り墓地に置くんですけども、当然このデッキ水ターン、はい、全部でしっかり加わっていく。さすがに水ターンデッキ最強のドロー呪文な感じしますね。今後先やっぱ電動カード熱いですからね。してドローします、うん、エターナルプレミアムですもんね。電動カード、電動カードテーマね、テーマのあれでしたから。マナチャージも2枚、ストリーミング1も作ってくれる。どういうこと。やばすぎん。3マナでストリーミングシェイパーして捧げる1。5マナからデンジアクアン2。はいはい、うわ、これも結構、これも結構ストリーミングシェイパー並みで、並みでもありますね。アクアンもディスタス持ってんだから、いけるでしょ。5マナで2下げてんだから、まあ、ほぼストリーミングシェイパーにいっても変わらない。で、その中で、自然火水をね、1枚ずつ加えます。自然、なんで火、あ、水、火、火かな。はい、こんな全部強くばっかりいいのか、加えて。だから治療です。だいぶだよ。チャージかな、ちょっとね。ここで宣言。はい、宣言。マナゾーンにカードが4枚以上あり、そのうち少なくとも1枚が魔道具なら、コストを支払わずに止まることができるこのカードを月下旋回ドルミーズ。4枚あって、1枚魔道具だったら、うん、支払う代わりに魔道具を2枚捨てると。はいはい、こうすると唱えられます。唱えました。このカード効果、3ドロー。おぉ0マナ、3ドロー。すごっ。これ分かりやすく大丈夫、ちょっとこう言ってきますね。はい、このターン落ちていくんですけど、でも呪文を唱えた回数がちょっと大事なので、あれ、あら、確かに、まあまあ、はい、もうマナにも見えてますからね。すごい、ゼロマナ3ドロー。じゃあ2回目またドリミス。まあまあ3枚引いてるからね。じゃあギャフって2枚して、3ドロー。いやいやいや、ちょっともうこれよくない、よくない。マナミとかまず見えてるよくない。これよくないですね。これもいいんじゃないですか。これ2マナで、じゃあゴンパで唱えます。ゴンパで唱えた時に、墓地にこれギルギン落としてあるんで。あ、そっか。これで宣言します。ゴム月の宣言しておきます。一旦ゴンパで3枚見て、じゃあ1枚振った。もう墓地に4枚あるんで、これで出ましたと。あーすごい、はい、3回呪文唱えてますね。なんで、はい、マノミ、マノミ、はい、マノミ、マノミ、マノミ、2枚置いてある、4枚いた、2枚置いてある、とんでもねえ必死な1マナ、バンクブレイ。これはやってませんか。これはちょっと、ちょっとこれ山札の枚数、山札もうなくなるじゃん。ないじゃん。9枚あるんで、まだエヴァでいけますね。じゃあゴンパドゥカージフリをしながら、エッドリミーズ。あれ、まだあるんです。はい、これもう5回目です。大丈夫ですか。できなくなりますよ。ちょっと危ない。確かに。ちょっと危ないので、ここで、
まあ、一旦これまた番号ぐらいにしてららいよいよこれ来ました。もう呪文6回唱えてますね。6回は次元の嵐ストーラー。おなじみのやだやだと思った。次方は早速、まあ、2回目3回目出しておきましょう。次方は1回ですね。はい、次方は1回ですね。これでようやくねターンエンドかな。はい、じゃあ次方はうわおかしいやつ。最近ターン回ってこれよなぁ。なんか次からようやくって感じだった。ボルバリートとか入った人だから追加ターンに対抗するのやっぱ追加ターンで。なるほどね。でもチアリ君結構順調だった。順調だったっすね。急になんかまたまた、ね、またこういうのにハリケーンも来ますね。またこういうデッキなんだよな。なんか一応ここでウキドゥを行えるウキドゥで、さあ一応これ宣言しておきます、はい、ウキドゥでウキドゥで、じゃあこれ見せてください。あ、すいません。はい、はいはい、ちょ僕はちょっとこれ見えないですけど、これは墓地に置きましょう。墓地に置きましたね。墓地に置いて、あ、強いじゃん。ワンドローして、はい、ギルギン、うん、強いと思ってかれましたね。ロッカーを並べることができますよと。まだまだはあるので、どうしようかな。すごいな。まだまだあるのでどうしようかなじゃないんで。どうもしなくていいって。カージクリーでちょっとアクアンズを手配しましょう。あ、それ一番嫌です、ね、チャンスを潰していく、はい、一番嫌です、ね、行きましょうか。これもう殴りましょう、はい、スコーラーでデッキがカーに点。あー、白手がチェック。チラチラございません。スコーラーで3、2点デッキ側からです。おっ、おキューティーって一回見たのに。やばい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 。あ、スコーラーとギリギリを、はい、え、やばい。スコーラーと、まあ、アタックできるギリギリ。そうですね、こいつブロッカーとかではない。こいつブロッカーではないです。で、ジャスキルになっちゃった。はい、なるほど。さすがにもうだってこれ3枚入ったってことでしょ。あることはないでしょ。あらら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 。危ないとこあったな。確かにウキドゥなければ止まってましたね。止まってましたね。くそーっと、はい、はい、すごいデッキです。じゃあ早速デッキ紹介をやってみましょうか、はい、いくぞー。やー、はい、ということでデッキ紹介です。はい、こんな感じになっておりますと、はい、で、まあ、この月下旋回ドリミースというカードをうまく使うためには、うん、実はね、魔道具がマナゾーンに1枚なくちゃいけないと。で、手札から捨てるさらに2枚必要なので、はい、まあ、4ターン目とかに魔道具が3枚実は引いてなくちゃいけないんですよ、ね。はい、そうです。そう、そうするためには結構な割合をこう魔道具で埋めなくちゃいけないんだけど、うん、まあ、このデッキはギリギリ16枚で抑えていると。で、なんでそれができてるのかっていうと、このアストラセンサー、これがドリミーズも魔道具もね、うんうん、探しに行けるカード、うんうん、でかつ呪文回数もカウントできているので、はい、非常に便利なカードになっていると。なるほど。やっぱその普通に5枚からスタートして4ターンまでドロードロードローだと、まあ、8枚か9枚、先行だと8枚、うん、ここであと9枚なんですけど、それだけだとちょっと足りないので、うん、まあ、ここエナジーライトとか、はい、スリーミングシェイパー、はいはい、まあ、手札を増やすカードも、ね、うん、入れてありますと。ちょっとおしゃれなポイントはこのやっぱギルーギリン、うん、ギルーギリンは普通にこのドリミーズを使うと、はいはい、墓地に魔道具が2枚、1回につき2枚落ちるので、うん、はいはい、あとは2回使うともう魔道具4枚墓地に落ちちゃうとかって、うん、でその後で、なんか魔道具何でもいいのでプレイしたらもう出てきますと、うん、なるほど。そこはね、非常に強い。普通のミズタンムートピアと比べると墓地からこう打点を伸ばしたりする点がおしゃれになってます、ね。例えば魔道具のいいとこと、うん、ムートピアのいいとこ、そう、そこを全部ハイブリッドしたと、そういう感じのデッキになって、うん、なるほど。しかもね、魔道具がね、ちゃんとトリガーになるんで、確かに、これはもうむーちゃんの大好きな水魔道具のデッキとかでも、うん、と同じぐらいのこうちゃんとトリガーが、確かに、ね、面白いですね、うん、ドリミーズいろいろ使えそうですね。こういうふうに、ね、なんかちょっとコンボポックでもいいし、まあ、水魔道具ちょい足しでドローサポートしてもいいし、うん、そう、これはなかなかすごいすごいカードが、これ今までのとやっぱちょっと方向性違う感じがして面白いですね、うんうん、ゼロマナ3ドローってやばいっすよ。ザーもうもうゼロマナ昔から6ダフルしないことも馴染みです。まあそうですね、もう6ダフルしないやつしかいないグラビティーゼロとかゼロマナとかめちゃめちゃ書いてあるんですよ。ゼロにはゼロですよ、これは同じです。ゼロかけるゼロ、これは勝率も 0%、 勝ちましたけどね。でも 0% なんで、でも 0% でも 0% でも 0% なので、このデッキの持った詳しい説明とか、はい、まあ、どうしてこのデッキに至ったかって経緯は、はい、ハイコロコロライで妄想構築の方にバッチリ載っておりますと、はい、ぜひご覧ください。ご覧ください。はい、ということで、はい、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。はい、そしてコミュニティ投稿もね、様々ありますのでぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、こんな感じで、コロコロオンラインにね載ってる妄想構築録は、はい、毎月ねコラボしてもらってるので、過去のものもね見れますので、ぜひそちらの方もね、はい、ご覧ください。はい、ということで、これはデュエキングマックス楽しみですね。デュエキングマックス楽しみ、はい、ということで、そちらの方もぜひチェックしてください。というわけで本日の動画はここまで、また次回のところでお会いいたしましょう。それでは、うーん、デュエキングマックス。
バイバイ。